お願いします。はい、音楽隊の演奏服になります。はい、そうです。地元の合唱団に所属していて、小さい時から歌うことが大好きで、今もこうやって歌わせていただいてます。はい、はい、そうですね、はい、もちろん。実はですね、彼女ですね、スポーツウーマンでして、似たようなもんです。音楽隊長でございます。いや、実は彼女スポーツウーマンでして、先日自衛隊の空手道選手権がありまして、型の部で彼女実は優勝してるんです。プロ帯でございます。実はですね、今音楽隊に希望される方がとっても多いんですよ。はい、実は秋にこう説明会的なものをやるんですけど、企業説明会ですね。そういったもので全国からものすごく数が集まってきて、うちに入ってきてくれて、ただし入ってからですね、やっぱり訓練は待っているんですが、そうです、入って、まあ春に入ったと入隊したとしましたら、8月の中頃まで飛行機乗る人、船乗る人関係なく全員が同じ、走って泳いで歩幅前進、鉄砲を追ってっていう、終わってからです。そうですね、やはり入隊して訓練をみんなと一緒にやっていくのは、やはり厳しく辛いなと思う時もありました。そうですね、もう入隊してすぐ辞めたいなと思いました。はい、そうです。大社にみんな住んでおりまして、訓練期間中はそこの中で歩幅前進だったり、自衛隊の敬礼ですとか回れ右だったりの基本教練、また海上自衛隊ですので海にちなんで水泳でしたり、カッター訓練、探偵というんですけども、探偵の訓練ですとか、あと手旗や傑作など、そういう海上自衛隊ならではの訓練もありました。そうです、もちろん決まっておりまして、もう規則正しい生活をそこで身につけて、そうですね、携帯なども見る暇がないくらい、とても忙しく、せわしなく訓練を行っております。そうですね、はい、家族ともなかなか連絡が取れないようなくらい忙しく、本当に朝起きて寝るまで忙しく訓練をしています。はい、そうですね。いや、もう号令の時はちょっとまた違うスイッチが入って歌とは違うからね、またね。その時はちょっと空手のスイッチがちょっと入ってしまう。はい、本日は海上自衛隊ならではの一曲、はい、海の咲き森を歌わせていただきます。この曲は、海上自衛隊の自衛艦旗、授与式などで演奏される儀礼曲になっております。はい、で一般にはあまり知られていないんですが、実は山田耕作先生の作品となっております。お願いします。
はい、そうですね。年間ですと約120回前後。そうですね。そうですね。式典もそうですけど、まあ、このような収録もありますし、あと地方等に行ってですね、演奏会等やってますので、はい、はい、私たち の任務っていうのは実は3つありまして、一つは隊員の指揮校用、はい、隊員のために演奏すること、あとは儀式式典のための演奏と、はい、そしてもう一つは自衛隊の広報活動、広報に関する演奏という3本柱が実はありますので、はい、それぞれの仕事がこうあります。そうですね、地方から例えば依頼がありましたらこちらから出向いて演奏するということですし、今年は実は九州鹿児島からずっと縦断しまして、山口県まで行きまして、それからずっと呉倉敷を経由して鳥取まで約12日間演奏旅行をこうしたりしました。そうです。ありがたい。海上自衛隊の船に乗ることは実は船の方が忙しくて音楽隊構ってられないところなんですけど船乗りました。大阪まで車で行ってですね、大阪から志布志湾までフェリーに乗せていただきました。そうなんです。忙しいようで。震災して直後は私たちは特に命令はなく待機をしておりました。そうです。その間私たちは自分たちができることを準備をして、いざ慰問演奏等の命令が出た時にスムーズに出れるように準備を行っておりました。見る景色にも私自身とても衝撃を受けましたし、その現場でお会いした方々の表情であったり空気感であったり、またお話をさせていただいた時のお言葉であったり、そういったものは大変強く記憶に残っております。でまた私自身もその時に感じた思いだったり心の痛みだったり、そういったものを忘れてはいけないなとその時強く思いました。ありがとうという言葉を本当にいただくんですけども、それは現場で活動していた自衛官、陸海空全ての自衛官の活動が含まって私たちに対してありがとうと言ってくれてるんだろうなということを感じて、そのありがとうという言葉をすごく本当にありがたく、私自身もありがたく、そしてその思いをしっかり大切にしながら心を込めて歌っていきたいなというふうに思いました。思わせていただきました。例えばふるさとをやったりとか、はいはいはい、あとおじいちゃんおばあちゃんたちですとかちっちゃい子供もいらっしゃるので、うん、やっぱり動揺的なものとかですね、うん、やっぱりこう和むもの、うん、やっぱりなんとなく場が和むような曲を選んでやるっていう形になってますね、うん、自然とですね。はい、日本を守る海上自衛隊ですので海にちなんだ曲、はい、はい、日本の海を守る海上自衛隊ですので、海にちなんだ曲から浜辺の歌をお聴きいただきたいと思います、はい、
そうですね、実は私ども東京音楽隊は防衛大臣直轄の音楽隊ということで、他の音楽隊ですとその総監ですとかこのエリアがある程度決まってるんですけど、私どもエリアなくて全世界なんです。日本もそうですし世界に、海外に2年前にもスイスの方に行ったりとかですね、ノルウェーに行ったりとか、過去に海外公演なんかもやってますので、もう機会があればぜひともお伺いしたいなと思ってますけど、はい、そうです、そうですね、年を重ねてもこの思いを忘れずに歌い続けていくことです。女性としてはやはり結婚また出産とあるかと思いますけれども、そういったものも乗り越えながら向き合って、そうですね、いや今多いです、今育児休業とか取れるじゃないですか、ということで結婚されてお子様いた方もできた方も子供を育てつつ勤務してます。うちにも何人もいます。